かし、よりにもよって20世紀の学校を戦いの舞台にするとはな。君もそうだろうが、私もこういった建物には縁があってな。私はともかく、他の英霊には迷惑な話だろうさ。ただの偶然か、選定基準に何らかの意思が介在しているのか、一兵士として偶然であることを祈りたいが。いや、舞台の意味ではなく、舞台を用意した者の話だ。聖杯そのものが用意したのであれば、ただの偶然だろう。だが、聖杯の意思を代行する者がいるのなら、話は別だ。純粋な生存競争に何らかの作為が混じっていることになる。いい勘だが、申し訳ないな、マスター。その線は外れだ。あの神父はただの NPC だよ。自分から口にしておいてなんだが、聖杯の代行はいてはならない。それは転じて、所有者ということになる。持ち主がいるのなら、聖杯戦争は起こらない。いや、何、君が神父を悪辣と言ったからだ。知らないということは幸運だ。実物はあんなものじゃない。どこまで行っても腐れ縁だがね。
かし学校か。アリーナがあるのなら魔術師たちに交友の場など必要ない。となるとこの学校はマスターにではなく聖杯にとって必要なものなのかもしれん。マスター、君は知恵を持つ生命の最低の義務を知っているか。それは安定を望んではいけないということだよ。生活水準を維持したいだけなら自然の循環に徹し動物的に暮らした方が楽だろう。だが人間にはそれができない。停止、我欲の断絶、ただ生きるだけの動物的な暮らしへの嫌悪感からじゃない。人間はどのような水準であれ工夫し進む生き物だ。どこまで行こうと今の暮らしでは満足できないのさ。それが知恵を持った獣の逃れられない宿命だ。魂の核が学習を求めている。聖杯はその人間の核を重要視しているのだろう。少なくとも休憩所を学校に選択した者はマスターたちに殺し合いだけの動物ではなく人間的であることを望んでいる。まったく悪意は感じられないがきな臭いな。ただ戦うだけでは満足しない。聖杯は人間が人間として同じ生物と競い殺し合うことを望んでいるようだ。